その触れ合いとか分け合いとか分かち合いってその合うっていう字がもしかしたらその日本に当たるシェアって言葉なのかなって、触れ合ったり分け合ったりね、なんかその愛し合うもそうだし、その会うっていうことがマジでその久しぶりに再会するの会うもちょっと感じが違うけど、やっぱりこう合わさるっていう字、会うっていう言葉が人と人がこう会って何かが起きるとか力が合わさるとか、なんかそこからするとこのシェアって言葉も力になりそうだなって思って蘇る、確かに聞こえる幻のようなメロディー。明日の大会はその日本のもったいないっていう心をそのサーフィンに生かせないかなと思って、なんか波はどこまでもね、サーフィンをサーファーがこう波から降りてしまっても波は岸までそのまま続いていく波にどこまで乗ってどこまで飛んでられるかっていうか、もうほんとシンプルなあのサーフィンコンテストなんで、皆さんもう怪我だけのないようにちょっと皆さんよろしくお願いします。僕たち今ジャッジの方でカウントします。あのエリア規制もないのでもうこのまま入ってもらって、譲ることとかでもこっちではもう5点10点こう今あの人を譲ったねみたいなところも点数にしていきます。静かに鳥が飛んできて、また静かに飛んでいる。
かるんですけど、それで最後のその締めっていうところのプルアウトっていうところをすごく大事に見たいと思います。でなんでかっていうと、やっぱりその締めることでサップの皆さんだったら板を流さなくなるし、ショートボードの人だったら板をこうで振り回して最後鞘に収めるとか、でそこまでしてなんか一つの、まあ、一本というか、やっぱ一本っていう、だからやっぱ日本の中ではこう締めっていうところを大事にしたら、なんか日本人らしさのところがまた出てくるかなと思います。テイクオフ、フルアウト、起承転結、喜怒哀楽を思いっきり波の上で表現してやってください。一つ一つ、そう
そして初の大会で優勝した望月しおん、よっしゃ、最後飛んでたな、しおん。緊張した？緊張した。最後ママ来て一緒にいてくれたもんな。取れた？取れた。今にも当たらなかった？今当たった少し。今にはやっぱり少し当たってるけどね。でもね、今日絶対シオン初めての大会で、本当にこの岩場ですごく頑張ってました。でこれからどんどんシオン見かけたらハイタッチしてあげてください。海でこんな御前崎の宝たちがね、こんなにすぐ近くに育ってきてます。海で見かけたら声かけてあげてください。もう最高な御前崎の宝でした。ありがとうございます。小鳥の部、もう一度大きな拍手お願いします。周りの方だったり、本当にこうね、たまたま居合わせた方にこう触れ合うことで自分のところにも波が返ってくるし、なんかそうやって交わした笑顔とかっていうのはね、そこがきっかけになってすごく仲良くなれるかもしれないしね。なんか本当こうした今日たまたまここに居合わせたこの偶然を必然だと思って、なんかこの先もこういうビーチカルチャーが各地で育っていってくれたらいいなと思います。超人コンテスト記録30秒、フルアウト成功1本、技術エンターテインメント点60点、総合点115点で見事超人サーフィンコンテスト第1回優勝者に選ばれたのは、ゼッケンホワイト、ユッキーちゃん。ありがとうございます。初代女王です。私も驚いています。本当に運営してくださった宗男さんをはじめ、誘っていただいて本当に嬉しく思っています。ありがとうございます。ありがとうございます。